伝説の大工ビルダーだったな。はぁ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 、確率にバカにしてるだろ。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで、じゃあちょっとこいつラスタンね。はい、なあユナ、お前は聞いたことがあるか。竜王に戦う挑むには特別な剣と特別な鎧が必要って話だ。特別な剣と特別な鎧、何でも王者の剣と光の鎧というものらしいんだが、今ではそのどちらも失われてこの世界には存在しないんだそうだ。きっとその武具を作り出すこともビルダーとしてのお前の役目なんだぞろぜ、なんだろうぜ。なあユナ、竜王を倒す武器もそうだが、この ラダトームにも武器や道具を保管しておける倉庫が必要だと思わないか。まあそりゃ必要だよね、いろいろ道具持ち帰ってるし。そうそう、昔ララトームには、お、確かこの辺りに宝箱の並んだ倉庫があったような気がするな。どの辺りだ。なあユナ、部屋自体の作りはお前に任せるから。大倉庫が1つと倉庫の中を飾るタペストリーが2つ大倉庫が1つとタペストリーが2つあとは宝箱が3つと収納箱がある城の倉庫を作ってくれ。え、それは何だい。え、設計図がないということかい。ということはだ、ここが一番崩すのが楽そうだから、ちょっとごめんね、おじいちゃん部屋なくなるよ。なんて、タペストリーがいるのか。タペストリーがいる。ちょっと、あるね。さっき、作ったやつの残りが。でもって、ちょっとタペストリーここにつけたいから、食材をこっちの手前に置いとこうか。どうだ、この辺か。あ、めっちゃ下。ごめん。完成したところ悪いんだけど、ちょっと壊すよ。ほんで。はい、この辺ね。はい。ぼっと。空き部屋が完成した。はい、そしてタペストリーを、どう？真ん中にボンボンってやる。真ん中できるのか？じゃあ、ここと、置けね。ちょ、待って。ここか。ここと、ここね。ちょっと低いな。低いっすね。ちょっと待って。これで、どこだ？ここか。はい。そして、ここにも、はい。よし。んで、何？大倉庫がいるって言った？じゃ、ここのやつ。あ、大金槌が壊れてしまった。なんてことだ。んで、何？大倉庫を、どこ？ここに置いたんでいいかな？落ち着け、私。置けないっすけど。どの辺？この辺でいいの？置けます？えい。はい、置いた。レベルアップ！ふぅ！拠点のレベルがレベル3になった。んで、なんか、収納箱もいるんやっけ？ちっこいのがいるってこと？収納箱。収納箱と、何？収納箱と、宝箱。収納箱とかなかったんかな。はい、ちょい待って。持ち物、収納箱は、なさげだな。作らんといかんのか。と、あと、宝箱。宝箱もね、お城から取って帰っていたから。よし。じゃあ収納箱だけあと作るね。どの辺だ？こっちで合っとるよね、多分。あったあった。収納箱一つ。よし。食材の数とかは別に決まってなかったよね。あ、ごめんね、おじいちゃん、部屋なくなって。ちょっと邪魔だから入ってこないで。収納箱。なんで今入ってこようとしたんだ？手前の方がいいか。はい。ほんで、宝箱。宝箱、じゃあここ、真ん中に3つ。はい。お、空き部屋が宝箱の間になった。はい。そして、ちげえよ。はい。宝箱の間が、宝物庫になった。おー、なんかちょっと狭いけど。うお、どこ行くんだ。そこ？狭いよ。何の密会なの、これ。うおー、頼んでいた倉庫が完成したんだな。さすがは伝説の名大工だ。
名大工じゃねえわ、ビルダーだわ。何？大工じゃない、ビルダーだ、だと？おお、そうだったそうだった、伝説の大工ビルダーだったな。はっはっはっは、確率にバカにしてるだろ。それにしても、我ら人間は一体いつまで竜を戦わねばならんのだ。私が知る限りでも、何度となく伝説の勇者の血を引く者が竜の戦いを挑み、そのために敗れていった。そしてついにはそのうちの一人が竜王の誘いに乗り、世界はこのように闇の中に。まあいずれにしてもだ、竜王を倒す力を持つ伝説の勇者の血を引く若者が一刻も早く現れてくれることを願うばかりだな。まあね、私は戦う役目ではないらしいから。ん？どうしたアイナ、お前だってそう思うだろう。お、石材10個、クエストコンプリート。なんかものすごく早く終わってしまったので、じゃあちょっとおじいちゃんも話聞いておこうか。あゆなよ、ラダトームの再建、これがまずそなたが果たすべき使命となろう。そしてわしの預言者としての役割はそなたを正しき道に進ませることにある。そこでじゃあゆな、そなたにはかつてこのラダトームにあった占い沼を作ってもらいたい。占い沼があればラダトームの再建につながるだけでなく、そなたがビルダーとして進むべき道をより正確に示すことができるであろう。おう、場所はこの辺りが良い。ここならかつてのララトームに近い気がするぞ。なんか今回のクエストはあれだね、作るものばっかりなんだけど。さあアユナよ、この設計図通りに占いの目を作ってくれ。ムツヘタの設計図を手に入れた。しかもね、作るものばっかりな上に作る場所まで設定される。え、これもしかしてこれの中ってことかな。てか思ったんやけどね、ここも確実に何か部屋になるよね。なんだなんだ、もう元から自由ではなくこういう場所が指定されているのだね。はい、ファサッと。ほんで城の壁地、あ、また地で土台を固めて、あの真ん中のやつは、真ん中も地か。あ、オッケーオッケー。はい、じゃあやっていこう。城の壁地。はい、やっていくよー。間違えた、早速間違えた。ちょっと待って、あ、そうだよ、私今大金槌がないんだ。石の剣とかでちょっと、ひ、やべえ、壁まで壊す。はい、オッケー。城の壁地、よいしょ。間違えたら大変なことに。ちょうどね、ちょうどこの本を避けるんだな。この本最初からここにあったやつやけんね。なんか動かしていいんかな、どうなんかなって思って、結局あの場所に置きっぱなんやけど、まあでもちょうどよく避けてるみたいだから、まあそういう風に作ってるんだろうけどさ。はい、これで、で、あとは城の壁、はい、これをこういう感じで設置していって、真ん中は1段やったよね。よいしょ、めっちゃコントローラーに振動くるんだけど、今までもこんなに振動きよったんかな。おお、降りてしまった、降りてしまったっていうかねえし。待って待って、持ち物で、城の壁、城の、これだ。取り出す。まあ、十分城の壁はあるけんね。よし。こういう感じに。はい。そして、中身は？木の扉。今回は木の扉か。で、壁食材2個。社内魔法台、あ、崩してこんといかんのよね。収納箱。はい、オッケー。道具の中にはなかったんかな。食材、あ、食材あるね。じゃあこれを2個取り出して、木の扉もある、木の扉もあって、収納箱はさっき1個作っただけか、だけだな。うん、ということで取りに行こう。で、これも、これね、なんか街中にこういうの降りそうじゃない、こうお嬢さん占いますよみたいなのが。誰やねんって感じやけど、ただのベンチだけになってしまった。へい、ってことで、あと何がいるんやっけ。あ、そうそう、収納箱がいるんか。収納箱
だけかな。よし、じゃあとりあえず扉をつけて、はい、扉ここにドンと。んで、どこ、収納箱がここで、で、壁食材、オッケー、壁食材、え、左右、左右だね。これをこの上に、はい、空き部屋が完成した。はい、そしてここの上にドーン。で、あ、収納箱はちょっと出してこないと。あ、ここか。空いてるところにどんどん入っていくんやね。収納箱、はい、ドン。で、この真ん中に、あ、これも出さんといかんのか。え、てかさ、こんなど真ん中に置いたらさ、普通に移動できんくない？どこだ？あ、これか。ねえ、自由に移動できんくない？はい。どうよ。どや。設計図、ムツヘタの設計図が完成した。空き部屋が占いの間になった。どうすか？おじいちゃん、あ、来た来た来た。はいはいはい、できたよ。もう、素晴らしいぞ。わしの占いの間を作ってくれたのじゃな。これでビルダーのソナタが住むべき道を正しく示していくことができようぞ。今までじゃ正しく示していなかったんだね。それはちょっとどうなの。場所を整えないと占えないっていうのはちょっと実力が伴ってないんじゃないかな。ビルダーの重要な責務の一つは、竜王を倒す準備を進めることにある。実はノーアユナ、竜王を倒すために竜王の住む魔の島へ行くには、そんなとこに住んどんや。虹の雫という特別な道具を作り出さねばならんらしいのだ。しかし、その原料はこのララトームの最も深い闇の中に封印されておるという。そこがどのようなところか、そこで何が待っておるのか、今はわからぬが、わしはこの占いの間で、なんとかその場所を探したし、いつかそなたに伝えよう。そして、その魔の、ん？その闇の扉を開ける最後の鍵の製法も調べてみるつもりじゃ。アユナ、大地の精霊ルビスと、偉大なる預言者であるわしがついておる限り、安心して次なる導きを待つがよい。カッ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 カ。こんな笑い方の人間見たことねえわ。クエストコンプリート、キメラの翼5。お、やっとキメラの翼が。やったね、これで帰ってくるのが楽になる。はい、ってことで、今回はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。え、なんかクエストがことごとく建設系ばっかりなんだけど、これからもそうなんやろうか。ね、まだ作る場所ありそうやし。